スペインにおけるカタルーニャ州カタルーニャ料理はスペインとフランスにまたがるカタルーニャ地方で食べられている料理。アラゴンカタルーニャ連合王国の最大半島8世紀以後にカタルーニャの一部を支配したムーア人は砂糖、香辛料、ナス、アーティチョーク、米、パスタなどの食材をカタルーニャにもたらした。ユダヤ人もムーア人の前にこの地方に足跡を残している。 これらの民族の影響を受けた結果、この地方には様々な要素を合わせ持つ食文化が栄えた。中世にはアラゴンカタルーニャ連合王国が地中海の大部分を支配する強大な国家となった。ヨーロッパでは長らくカタルーニャ料理が影響力を持ち、カタルーニャ語で書かれたレシピ集の存在は14から15世紀にカタルーニャ料理が名声を博したことを物語っている。 14世紀初頭に書かれた無名作家の料理本には玉ねぎやニンニクを揚げて作ったスフラジット、ヤギのチーズを詰めたナス、魚のフライ、チキンのアーモンドソース添え、バラと蜂蜜風味のチーズなどが書かれている。アラゴン王アルフォンソ5世は1443年にナポリ王となっており、アルフォンソ5世の首席料理人だったルペルト・ダノラも料理本を表している。 彼のレシピは、ジェノバ、ロンバルディア、フランスの要素を取り入れているとされ、アラブの要素が見られるとされることもある。1939年から1975年まで続いたフランコ体制下にカタルーニャ文化が破壊され、現代には産業化された食品が登場したことで、カタルーニャ人は自らの農村や家庭料理の価値を再認識している。バルセロナの ラブカリア史上カタルーニャ料理は動物性油脂のラード中心のスペイン料理と植物性油脂のオリーブオイル中心の地中海料理という二つの地域の料理の要素を合わせ持っている。バレアレス料理、バレンシア料理、南フランス料理、アラゴン料理、ムルシア料理などの西地中海料理と接点がある。イギリスの料理本著作家であるクラウディアローデンはカタルーニャ料理にはアフリカ、 フランス、アラブの影響が及んでいるとしている。ジュゼップ・プラ、ジャウマ・ファブラガなどの料理本著作家、料理研究者は、カタルーニャ州だけでなく、バレアレス諸島やバレンシア州で食べられている料理も、カタルーニャ料理であるとみなしているが、この見解は、カタルーニャ独立運動と関連する、政治的意味合いを包含しており、 広く浸透しているわけでもバレアレス諸島州政府やバレンシア州政府などから支持されているわけでもない。その地理的多様性が理由で、カタルーニャでは新鮮な野菜、肉類、果物が生産され、高品質の魚介類が漁獲されている。変化に富んだフードのために、食材の多様性が豊かであり、多くの民族と交流してきた歴史から料理法も豊富である。 カタルーニャ北部はより伝統的なカタルーニャ料理の要素を残しており、一方のカタルーニャ南部はニンニク、トマト、香辛料などを多用する傾向がある。伝統的には植物性のオリーブオイルと動物性のラードが併用されていたが、今日ではカタルーニャではラードを加えずに料理することが多い。カタルーニャのエクストラバーチンオイルは スペイン有数のオリーブオイルであり、カタルーニャにはスペインで最も古い部類のオリーブの木がある。ラブカリア市場は世界的に知られた市場であり、地元料理を提供するレストランも備えている。カタルーニャ料理はスペインで最も豊かで、最も複雑で、最も洗練された料理である。魚介料理は格が高く、スペインのどこよりも野生のキノコを用いる。カタルーニャ人は、 辛味と甘味、甘味と酸味などを調和させ、肉と果物、魚と肉などを組み合わせる。クラウディアローデンパエリアの一種である、フィデュアー代表的な穀物は小麦であるが、米、ライ麦、蕎麦なども栽培されている。小麦は、パンの他に、パスタ、コカ、ビスケットなど多様な料理に使用される。カタルーニャで、米は、野菜の一種とされ、主に、 カタルーニャ州南部のエブロデルタで栽培されて様々な料理に使用されている。アロスアラカソーラはカタルーニャ風パエリアと呼ばれ、一般的にパエリアに用いられる、サフランの代わりにイカスミを用いる。カタルーニャでは木曜日には外食でパエリアを食べる習慣があり、パエリアの米の代わりにパスタを用いるフィデュアーはカタルーニャ地方南部の沿岸部の名物である。小麦から作るコカは カタルーニャ風ピザであり、ピザとは異なりチーズを使用しない点が特徴である。コカは、サイレージの定番料理であり、トマト、玉ねぎ、ピーマン、アンチョビなど様々な食材をのせる。豆類では、インゲン豆が好まれ、他には、ひよこ豆や、レンズ豆やら豆も使用される。カタルーニャ地方で採れた野生の赤発竹カタルーニャ人は、 日本人に劣らないほどのキノコ好きの民族であり、スペイン中南部のマドリードやアンダルシア地方をはるかに上回る種類のキノコが食される。周期にはキノコ狩りに何日も費やすことがある。最も簡単な料理法はオリーブオイルとニンニクでソテーすることであるが、オムレツやスクランブルエッグなどの卵料理にも使用され、子牛の肉と一緒に煮込む料理はカタルーニャ地方のお袋の味である。 日本に比べてキノコ狩りが盛んであり、また、バルセロナの市場、ラブカリアには、キノコ専門店がある。白身魚と、エビや貝などを、トマトベースで煮込んだブイヤベース、魚介類のスープ、白身魚のソテー、フライ、アンチョビなどのオイル付けなど、地中海に面したカタルーニャでは豊富な魚介類料理がある。パラと野菜のサラダである、アスカシャーダ、サラダに、 アンチョビやタラを添えて、ソースをかけた、シャトーなどが、カタルーニャ地中海沿岸料理の典型である。スケットダペシュは、魚介類、ジャガイモ、ニンニク、トマトを使用した煮込み料理であり、使用する魚介類は、水揚げに応じて、その都度変化する。焼き野菜のアスカリバーダ肉や魚ではなく、野菜をメインに据えた料理が多いのもカタルーニャ料理の特徴である。野菜では、 ジャガイモやカブが頻繁に使用され、その他には、キャベツ、普段草、ほうれん草、カリフラワー、ニンジン、アーティチョーク、パースニップ、トマト、ナス、玉ねぎ、ニンニクなどが用いられる。果物は生、または乾燥させて、調味料、添え物ソースなどとして用いられる。パプリカや、ナスや、玉ねぎなどの焼き野菜であるアスカリバーダがあり、サラダに、ソーセージや、 卵などを乗せたものはカタルーニャ風サラダと呼ばれる。カタルーニャ料理には松の実が多用され、松の実を加えて炒めたほうれん草はほうれん草のカタルーニャ風と呼ばれる。陶器の郷土料理としてカルソッツがあり、家族や友人が集まった際にネギを焼いてパーティーをすることも多い。焼いたネギをルメスコと呼ばれる野菜のソースに浸して食べるカルソッツの風習は 伝統的に日曜日のお昼に行われる。アスケーシャーダは、ピーマン、トマト、玉ねぎ、ワインビネガー、干したらをあえたサラダである。ビッグ周辺で食べられる、フエット伝統的な肉類には、小羊があるが、豚肉は、カタルーニャの、あらゆる地域で使用される。山岳地帯では、小馬、鶏、アヒル、ガチョウ、ウサギ、ナナメントリ、ホロホロチョウなどが見られ、 ジビエとしてイノシシ、ヤギ、ウサギ、ウズラ、ハト、つぐみなども食される。牛、羊、鳥、ナナメントリ、ウサギ、豚などが一般的な肉類であるとされ、煮込むことの多い牛肉の食べ方には、フランス料理の影響も見られる。カタルーニャの伝統的な煮込み料理として、肉、豆、ジャガイモ、キャベツなどを煮込んだアスクデイラがある。ソーセージの種類は豊富であり、 焼いたソーセージに白、インゲン豆を添えて、アイオリソースで食べるのが、カタルーニャ風である。バレアレス諸島のソーセージとして、ソブラサーダがあり、ビッグ周辺では、細めのサラミであるフエットが作られている。ハムとチーズは、カタルーニャ料理の定番の食材であり、チーズの主要生産地は、サルダーニャ郡のラセウドルジェイである。伝統的なチーズは姿を消しつつあるものの、 今日でもオリーブオイルに浸したヤギのチーズなどを見つけることができる。チーズにはヤギの父から生産されるサラット、トゥーピなどがある。アヒルを飼育してフォアグラやカモハムが生産される。ピレネー山麓ではチーズを生産するための牛やヤギが飼育されており、ソーセージを生産するための豚も飼育されている。カタルーニャの焼き菓子にはクレマカタラーナやパナリエットがあり、 11月1日の初成人の日には伝統的にパナリエットや焼き栗が食べられる。カタルーニャでは蜂蜜の品質も高い。パームトゥマカットはパンとカンパーニュにトマトを塗ってオリーブオイルと塩を振りかけた簡素な料理であり、スペインの中でも特にカタルーニャにのみ見られる料理である。焼き野菜やアンチョビなどを乗せることもあり、パームトゥマカットは カタルーニャ人のアイデンティティのよりどころ、カタルーニャ人の国民食とも言われている。スパークリングワインであるカバカタルーニャ州は地中海性気候の影響を強く受けており、地中海沿岸部は温暖で一定の降水量があるが内陸部に入るにつれて気候は乾燥する。カタルーニャ地方はローマ時代からヨーロッパにおける一大ワイン産地であり、現代のスペインワイン革新の先駆者的な存在で、 あるとされている。カタルーニャ州のワインの特色には、多様なワインを生産していること、外国品種と固有種を組み合わせた新しいスタイルのワインを生産していることの2点が挙げられる。今日、この地域のブドウ畑の70%は、白ブドウ品種が占めている。この地方のワインの代名詞的存在として、スパークリングワインのカバーがある。プリオラートは、リオハと共に、 スペインで二つしかない特選原産地、故障産地である。サンサドゥルニダロヤなどのペネですが、カバの産地であり、輸出量の観点で言えばカバは、リオハをしのいで、スペイン最大のワイン産地である。カタルーニャ地方の主要なワイナリーには、カバのフレシネ社、カバのコドルニュー社、スティルワインのミゲルトーレス社などがある。アイオリソースグリルやスレートで焼いたり、茹でたり、煮込んだり、炒めたり、 揚げたりとカタルーニャ料理には様々な調理法が用いられるが特徴的なのは陶器製の蒸し焼き鍋でローストする調理法であるカタルーニャ料理ではスペインの立地方に比べるとソースの重要性が高いとされるファランアグリョは1930年代にカタルーニャ料理の基本となる4つのソースを記録している卵黄とオリーブオイルとニンニクを和えたアイオリ 玉ねぎトマトニンニクをあえたスフラジット、スフラジットにペッパーナスズッキーニを加えたサンファイナアーモンドをベースにニンニクパセリナッツパンヘをあえたピカーダである。この4つ以外にもルメスク、アリパブレ、シャトなど多くのソースがある。本来はカタルーニャの食文化とは異なるものの小皿料理のタパス文化がバルセロナに持ち込まれてから長い年月を経ている。 ピンチョスと呼ばれるバスク式タパスが人気であり、干したらやソーセージなどが盛られた一口大のバゲットを爪楊枝を使って食べる。エルブジのキッチン2011年度のスペイン版ミシュランガイドで3つ星を獲得したレストランは7軒あったが、うち4軒はカタルーニャ州のレストランだった。ジローナ県のロザス湾近郊にはフェラン・アドリアがオーナーシェフを務めているエルブジがあり、 世界の料理界を驚かせた独創的な料理で知られる。エルブジは2002年2006年2007年2008年2009年にレストラン史によって世界のベストレストラン50代1位に選ばれている。2004年にはアスタニー、クラーダセルクスのジョルディクルスがミシュランガイドで一つ星を獲得したが26歳での星の獲得はスペイン最年少、世界で2番目の若さだった。 カルメル・スカイエーダは、ミシュランガイドで計7つの星を有しているが、これは女性料理人としては、世界最多である。2013年と2015年には、ジョルディ・ロカなど、ロカ3兄弟がジローナで経営する、あるサリエーダ館、ロカが、世界のベストレストラン50代1位に選ばれた。ありがとうございます。